シーダーラピッツは、アメリカ合衆国アイオワ州の林軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。シーダー側の両岸にあり、アイオワシティの北20マイル、州内最大で州都でもある、デモインの東100マイルに位置する。市庁舎と軍庁舎は、シーダー側に浮かぶメイズ島の中心街にある。シーダーラピッツ市は、市庁舎が島の上にあるということでは、世界でも数少ない都市の一つである。 シーダーラピッツ市は、アイオワ州東部の芸術と文化の繁栄する、中心であり、シーダーラピッツ美術館、パラマウントシアター、シーダーラピッツ劇場、および、アイオワ州文化回廊連合がある。リン軍、ベントン軍、ジョーンズ軍、ジョンソン軍および、ワシントン軍からなる、週間高速道路3 8 5号線、シーダーラピッツアイオワ市的術回廊の中核に位置し、 州内経済の中継点になっている。近くのマリオンとハイアワサ各都市を含む3軍からなるシーダーラピッツ市都市圏の推計人口は2008年で255,452人となっている。2010年の国勢調査によるとシーダーラピッツ市の人口は126,326人であり、州内第2位である。 シーダー・ラピッツ・アイオワシティ回廊の推計人口は2006年時点で423,353人となっている。シーダー・ラピッツ氏はアメリカ合衆国でも有名な人物の居所となってきた。例えば、アメリカンゴシックの画家グラント・ウッド、ジャーナリストで歴史家のウィリアム・エル・シャイラー、著作家で写真家のカール・バン・ベックテン及び航空力学のパイオニア、 アレクサンダー・リピッシュ博士である。1990年代と2000年代のハリウッドでは、俳優のアシュトン・カッチャー、イライ・ジャウッド及びロン・リビングストンなど、シーダー・ラピッツ出身の者が、幾人かいる。またミュージカル、パジャマ・ゲームの舞台でもある。シーダー・ラピッツという名前は、シーダー側にちなむものである。シーダー・ラピッツのあだ名は、5つの季節の都市であり、これは、 通常の四季に加えて四季を楽しむための時を五つ目の季節としているからである。五つの季節の象徴はシーダー川北岸沿い中心街にある彫刻。五つの季節の木である。五つの季節という名前や彫刻による表現は市内至るところで多くの形態で表されている。現在のシーダーラピッツ市がある場所はフォックス族及びサック族インディアンの領地だった。 1838年に最初の高級的開拓者、オズグッド・シェパードが到着した。シーダー・ラピッツの街が設立された時、ウィリアム・ストーンが街の名をコロンバスとした。1841年、NB ・ブラウンとその同僚によって最速量が行われ、解明された。彼らはシーダー側の瀬にちなんで町の名をシーダー・ラピッツとした。 この川は両岸に育っていた数多いレッドシーダーの木にちなんで名付けられていた。シーダーラピッツは1849年1月15日に市政が敷かれた。1870年にはキングストンの地域社会を併合した。シーダーラピッツ市の経済は1871年にシンクレアの食肉加工会社が設立されて成長速度も増した。2008年、 シーダー川が500年洪水面を超え、水系で両岸の1300ブロック、すなわち9平方マイルが水に浸かった。4000個近くの家族が避難した。6月14日には31.2フィートという記録的水位に達した。シーダーラピッツ地域で300個以上の家屋が破壊された。シーダーラピッツ中心街の2番アベニュー SE、シーダー川方面を望む。 シーガーラピッツ市は4つの地域に分けられる。住居表示では、一番アベニューが市を南北に分け、シーガー側が東西に分けている。各地域は、北東、南東、北西及び南西の記号が付けられる。通りの住居表示は、通常、家屋番号、通り名及び地域で表される。例えば、二十三一番通り、NW という要領である。例外もあり、 ーズ島にある視聴者の住所と地域外の地域であるが、郵便用住所はシーダーラピッツを使い、地域記号はない。中心街を除いて、一番アベニューとシーダー側は、まっすぐな東西南北の通りに対して、対角線上に走っている。実際には一番アベニューは、市の西部で東西に走り、中央部では南西から北東に、東部では南北に走っている。 このために北東とされる地域は、地理城市の北部であり、北西は西部、南東は東部、南西は南部となっている。その結果市の西部にある場所で、北西住居表示が南西住居表示の場所よりも南に位置する場合がある。シーダーラピッツ市は働き場所の中心として成長しており、古くから編入された町ではあるが、 シーダーラピッツ市の郊外地域になってきた近くのマリオン市やハイアーサ市からの通勤者を引きつけている。その他、シーダーラピッツ市のベッドタウンになってきたのは、イーライ、スウィッシャー、シューイビル、パロ、アトキンス、フェアファックス、ウォルフォード、ロビンズ、およびバートラムの町がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は64.4平方マイル。 このうち陸地は63.1平方マイル、水面は1.3平方マイルで、水域率は1.99%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。収入と家計シーダーラピッツ市の住人は90%がヒヒスパニック系白人であるが、少数民族の人口が増えてきた。アジア系。 アラブ系アメリカ人及びヒスパニック系の地域社会が1990年代に働けるようになった移民の流入で成長してきた。この地域にはアフリカ系アメリカ人がまばらに住んでいるが市民生活では活動的であり50マイル西にはサック族とフォックス族のインディアン居留地がある。シーダーラピッツ市自体はドイツ人、チェコ人、スロバキア人、クロアチア人、 セルビア人、ロシア人、オランダ人、デンマーク人、スウェーデン人及びフランス人という多様なヨーロッパ民族を先祖に持つ人々で構成されている。シーダーラピッツはアメリカ合衆国におけるイスラム教文化で重要な役割を演じてきた。1948年にハジヤヒア、ウィリアム・アオーセイが寄贈した12エーカー48000平方メートルの ナショナルイスラム教墓地はアメリカ合衆国でも最初のイスラム教徒専用の墓地だったと言われている。この墓地にある破壊はメッカの方向を向いている。1934年6月16日に落成したマザー・モスク・オブ・アメリカはアメリカ合衆国でモスクとして利用されるために建設された最初期の高級的建築物である。1972年、 別に新しいモスクが建設され、最初のモスクは売却されて荒廃するに任されていたが、アイオワ州イスラム教協議会が1990年に買い戻して改修された。現在は国定歴史史史跡に登録されている。2008年のアイオワ洪水で地下室が損傷し、古文書が損害を受けた。シーダーラピスにおけるイスラム教徒の歴史は1895年に、 遡り、現在のレバノンとシリアにあるベッカー高原から最初の移民が到着した。その組織はハラールの証明書を認めたことではアメリカ合衆国で最古の運営中の組織であると主張している。12階建てのルーズベルトホテルは1927年に建てられ国定歴史史跡となっている。市内に外部から投資家を引きつける資源の一つになった。 シーダーラピッツには、ゼネラル・ミルズ、カーギル、アリアント・エナジー、GE ・コマーシャル・ファイナンス、ロックウェル・コリンズ、クエーカ・オーツ、アエゴン、ユナイテッド・ファイアー・ーカジュアルティ、トヨタ・ファイナンシャル・サービシーズ、ピー・テック、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、クエスト、グレート・アメリカ・リーシング、ラッファ・ロコディ、PMX、ノード・ストローム、スクエア・ディよび、CRST ・インターナショナルなど、 大企業や製造業がある。ロックウェル・コリンズは2009年に法ン500で初めて488位に入った。これら企業の多くは、だ大ぶ前からシーダーラピッズ市内に存在しているが、かなり多くのハイテク企業がシーダーラピッズの周辺にある。これは、南のアイオワシティ都市圏も含む技術回廊の一部だからである。 アイオワ州内の技術系企業と製造業の多くはこの回廊から運営している。地元経済の多様化が進み、失業率は高い水準を維持し、労賃は州内でも高いレベルが続いている。この技術系企業の中にニュースペーパーアーカイブがある。これはシーダーラピッツにある親会社ヘリテージマイクロフィルムを通じて北アメリカでも 最大の新聞記事保管検索書となっている。5つの季節の基調国は、市の目玉的存在である。一番アベニューが、シーダー川と交わる、天の北岸にある。1990年代半ばに、地域開発促進を基とする地元実業家が、建設した。シーダーラピッツには、シーダーラピッツ公共楽団、パラマウント劇場、シーダーラピッツ劇場、 および国信託歴史史跡であるブルース・モアがある。また、シーダー・ラピッツ美術館、地域芸術 CSPS 博物館、ナショナル・チェコスロバキア博物館、アフリカ系アメリカ人歴史博物館、カークウッド・コミュニティ・カレッジのアイオア・ホール・ギャラリー、およびターナー・アレーゴにある伝説的な、グラントウッド・スタジオがある。最近これらの会場を使って、世界的で賞をもらう候補にもなった。 展示会が行われてきた。展示内容は、アンディ・ウォーホル、グラントウッドなどの作品や、アイオア・ビエンナーレの作品があった。シーダー・ラピッツ美術館では、グラントウッドの海外について、世界最大のコレクションがある。1920年代のパラマウント劇場は、シーダー・ラピッツ公共楽団とシーダー・ラピッツ地域劇場オルガン協会の本拠である。コンサートや、 高校の卒業式、スポーツイベント、展示会及び政治集会などの行事が US セルラセンター、正式にはザ・ファイブ・シーズンズ・センターで開催されている。シーダー・ラピッツの多くの芸術拠点が2008年6月の洪水で大きな損害を受けた。損傷が激しかったのはパラマウント劇場、シーダー・ラピッツ劇場、ナショナルチェコスロバキア博物館、 アフリカ系アメリカ人歴史博物館だった。パラマウント劇場、シーダーラピッツ劇場にあった、ウルリッツァーオルガン2台が損傷を受けた。シーダーラピッツ美術館の被害は小さかった。パラマウント劇場の修復費用は2500万ドルと見積もられている。シーダーラピッツは1962年以降、ミッドウェストリーグの一員である、マイナー野球チーム、シーダーラピッツカーネルズが、 本拠としている。カーネルズはカリフォルニア州アナハイムのロサンゼルス・エンゼルスの参加である。アイスホッケーのシーダーラピッツ・ラフライダーズはアッシュルのメンバーであり、一度クラークカップで優勝した。ジュニアのホッケーリーグであるシーダーラピッツホッケー協会もあり、小さな高校チームが参加している。スポーツ施設としては野球用の退役軍人記念スタジアム、フットボールや 陸上競技用のキングストンスタジアム、ホッケー用のシーダーラピッツアイスアリーナ、ハンマイルの舗装レース場で、毎週のレースや全国及び地域のツーリング、さらには、モトクロスの競技場となる、ホークアイダウンズスピードウェイ、及びバスケットボール用の US セルラーセンターがある。US セルラーセンターでは、アイオア州高校バレーボール選手権や多くのコンサートも開催される。シーダーラピッツはまた、 ジェファーソン、ワシントン、ケネリィ、リーマー、ザビエル及びプレイリー各高校の代表が競うメトロ運動競技チームの本拠でもある。ナスカーの2008年レイベストで新人王になったランドンカッシルはシーダーラピッツ出身である。退役軍人記念ビル、市役所になっている、市役所後の軍庁舎がある名ズ島1908年4月6日から2005年12月31日。 シーダー・ラピッツ氏は、市政審議会方式をとっていた。この方式を取るアメリカの都市としては、数少ない大都市だった。この方式の下で、公衆安全コミッショナー、街路コミッショナー、財務コミッショナー、公園コミッショナー及び市長からなる委員会が作られた。この委員は、フルタイムで働き、任期は2年であり、部門の長とみなされた。この形態での最後の市長は、 ポールペイトだった。2005年、シーダーラピッツ地域商工会議所が人頭に立って、市政審議会方式からの変革を提案した。この問題を検討するために、ペイト市長と市政委員会からパネラーが指名され、有権者に次の3つの選択肢が示された。当時の市政審議会方式に止まる強い市長方式を採用する。この場合委員会は、パートタイム、市長は、 フルタイムであり、シティマネージャーが日々市の問題に対応する。弱い市長方式を採用する。この場合市長も、委員会もパートタイムで働く。フルタイムのシティマネージャーが日々市の運営を行う。2005年6月14日、新しい市政方式を採用するか救退のままに、止まるかの住民投票が行われた。この時、投票率が低かったが、七千六十四票が、 姿勢を変える方であり、7741票が現状維持だった。市長選挙は11月8日に行われ、30人が立候補した。引退した弁護士かつ、衆議会議員のケイハロランが新しい仕組みの下での初代市長に当選した。市政委員会の委員数人も同時に選出された。しかし、回答戦車が決選投票が必要なほど接近していたので、 12月に2回目の投票が行われた。シーダー・ラピッツ氏は、アイオワ州独自ルールの認証で、パートタイムの市政委員会と市長が、それぞれ4年の任期を務める弱い市長方式をとっている。委員会の8人は、市内5地区に分割され、各地区から1人の委員と、全市から3人の委員が選出される。市長の給与は3万ドル、各委員は1万5千ドルである。 委員会と市長は2006年夏にシティマネージャーとしてジムプロッサーを雇用した。プロッサーの前には試験時であるジェームズ・フリッツが暫定的にシティマネージャーを代行していた。部門の長はシティマネージャーに報告し、シティマネージャーは職員の雇用権限がある。ただし、警察署長と消防署長だけは市政委員会の承認を必要とする。 市政委員会の最初の会合は2006年1月3日に開催された。市内チェコ人遺産の中心となっているチェックビレッジ。写真は現在も公開されているシコラベーカリーチェックビレッジはシーダー側の南岸、南西16番アベニューに位置している。チェコに関係あるジンドリックのチェコレストラン、ボーシェンカ、チェコフェザーダウン会社よびチェココテージなどの事業がある。 ナショナルチェコスロバキア博物館図書館は、シーダーラピッツでも観光客向け予備物の一つである。シーダーラピッツチェコ遺産基金は、シーダーラピッツにおける、チェコ人の遺産を振興し保存するために動いている、多くの地元組織の一つである。一年中開催される多くのプログラムや行事を支援し、講演している、そのようなプログラムの一つに、ミスチェコスロバキアアヨアのショーがある。 ミスチェコスロバキア USA のうち二人、リサボルスキーとスタシア・クリバネクはこの地域の出身である。オルガ・ドラホザルはコセクバンドスタンドにしばしば出演するグループである。チェコプラスポルカバンドの有名なバンドリーダーである。彼女はベッシー・デュゲナやレオナ・ポドゥスカと共に、ウィルソン中等学校のチェコ語教室を教えていた。2003年、アイオワ州アフリカ系アメリカ人歴史博物館を呼び、 文化センターが開館した。歴史ある26エーカーのブルースモア荘園には21室の邸宅やフリーメイソンの図書館兼博物館がある。シーダーラピッツには12の活動的地区がある。これには南部のウェリントンハイツやマウンドビューハイツが含まれている。北東部にはケンウッド地区があり、シーダーラピッツと合併するまでは独立した自治体だった。 ケンウッドの境界は32番通りのオークランド道路からオールドマディオン道路まで、シーアベニューを40番通りまで、さらに1番アベニューは40番通りと32番通りの間となっている。これら地区に加え、ボーマン、ウッズ、バーノンハイズ、ストーニーポイント及びウィルダネスエステーツなど多くの非公式の地区もある。シーダーラピッツには、 コーカレッジとマウントマーシーカレッジという二つの四年生カレッジがある。アイオワ大学も夜間 MBA 教育施設がある。カークーウッドコミュニティカレッジは地域に限定した二年生のカレッジであり、カプラン大学とアッパーアイオワ大学もキャンパスがある。マウントバーノンのコーネルカレッジとアイオワ市に本部がある。アイオワ大学はシーガーラピッツから30マイル以内にある。 シーダーラピッツコミュニティ教育学区は、都市圏内で最大の教育学区であり、2006年から2007年にかけての学校年で、生徒数17,263人だった。この学区には小学校24校、中学校6校、高校4校がある。高校は、ジェファーソン高校、ワシントン高校、ジョンカイ・ケネディ高校及びメトロ高校である。 隣接する二つの教育学は、シーガーラピッツ市内の生徒を受け入れている。リンマー教育学は、市の北東4分の1の部分と、市域内小学校7校を引き受けている。カレッジコミュニティ教育学は、シーガーラピッツの南西4分の1の部分を受け持ち、また、リン軍ベントン軍および、ジョンソン軍の伝園部を持っている。この学区の四つの小学校はすべて、 週間高速道路3 8 5号線に近い中央キャンパスにある。シーダーラピンツメトロカトリック教育システムは、ローマカトリック教ダビュー区、広塚佐教区の参課にあり、小学校6校、中学校2校及び高校1校がある。シーダーラピンツメトロカトリック教育システムとカレッジコミュニティ教育学区は、 シーダーラピッツ公共教育と教区教育システムの中で互いに同義である。市内にはいくつかの私立学校がある。シーダーバレー、クリスチャン学校、トリニティ、ルーテル学校、ホローウェイハウス及びアイザック・ニュートン・クリスチャン・アカデミーである。在宅学習も地域内で人気のある選択肢であり、そのような家庭を支援するいくつかの集団が存在している。 教育学区は在宅学習援助プログラムも提供している。シーダーラピッツには他の地域空港や国際空港とをつなぐ地域空港であるイースタンアイオワ空港がある。週間高速道路280号線はセインツアベニューの一部であり、市内を南北に走っている。アメリカ国道30号線、同51号線及び 同218号線とアイオワ州道13号線と同10号線も市内を通っている。主要鉄道は4線ある。ユニオンパシフィック鉄道、シーダーラピッツアイオワシティ鉄道、カナディアンナショナル鉄道及びアイオワ農山鉄道である。アイオワ農山鉄道は歴史あるパラマウント劇場ビルに本社を置いている。シーダーラピッツアイオワシティ鉄道と アイオワ州間鉄道もシーダーラピッツに本社を置いている。アイオワ州間鉄道はシーダーラピッツアイオワシティ鉄道の路線を使って市内に入っており、毎日アイオワシティからシーダーラピッツまで列車を運行している。市内にはバスとタクシーの広範なシステムであるシーダーラピッツトランシットがあり、また中心街のビルをつなぐ徒歩交通のために一連のスカイウォークがある。 シーダーラピッツはアメリカ合衆国中西部の多くの都市とバーリントントレールウェイズでつながれている。シーダーラピッツラジオ市場はリン軍で構成され、12歳以上の聴取者、人口17万2000人とアービトロンのランキングで全国211位になっている。クリアチャンネルコミュニケーションズがシーダーラピッツ地域にラジオ局4局を所有している。その中で、 WMT は1922年以来放送を続けている。キュミュラスメディアも地域内に4局持っている。他に独立系局として、クナ、クジム及びクマリーの3局がある。ウォータールーやアイオワシティにあるいくつかのツボネも、聴取範囲に入っている。唯一非エリ局としての KCCK は、カーグウッドコミュニティカレッジに免許が下りたジャズの放送局である。 隣接するハイアワーサにもヒエイリの KXGM、FM があり、東大のクリスチャンミュージックを流している。シーダーホールズの国民公共ラジオとアイオワシティの2曲も、シーダーラピッツで、聴取できる。シーダーラピッツ・ウォータールー・アイオワシティ・ダビューク、メディア市場には、アイオワ州東部の21軍が入っている。 2008年から2009年のテレビシーズンでは346,330件の世帯があり、ニールセンメディア調査では全米第88位にランクされている。シーダーラピッズには全国ネットのテレビ系列局が4局ある。CBS 系、ABC 系、FOX 系、およびイオン系列である。NBC 系列のテレビ局は、 ウォータールーにあるが、シーダーラピッツ中心街のアリアントエナジー、タワー内部にニュースルームを持っている。その他、CW、マイネットワーク TV 系列、レトロテレビ系列、クリスチャンテレビ系列のツボネも域内にある。公共放送サービスは、i o アパブリックテレビが提供しており、地域内に2局ある。メディアコムと地元のアイムオンが、ケーブルテレビを提供している。 ザガゼットがシーダーラピッツの主要日刊誌である。シーダーラピッツには二つの病院がある。セントルックス病院とマーシー医療センターである。ありがとうございます。